<laughs> なかなか幸運だね、君は。バーソロミュー・ロバーツ、召喚の求めに応じ参上した。それでは規則正しく、海賊業に勤しむとしよう。 レベルアップは下腹部に熱が溜まる感じだな。癖になる。おっと着替え着替え。どうだいマスター。 モテるかなモテるだろうん新しい衣装はなしか残念だ変わり映えのない服では港に降りられないこまめな気遣いが他の海賊との違いなのさ 私は常に美情夫だ。そのように身だしなみを整えているからね。君も、自分のサーヴァントがハンサムなことに、悪い気はしないだろう。<music> さあ、これを見てくれ、マスター。 金銀財宝よりどり緑。そして当然。君もまた私の財宝の一つというわけだ。いつまでも心和ます君でいてくれたまえ。そろそろ出発だ。準備は万全かな 海賊だからね。主従関係は大雑把だが気にしないでくれ。気にするタイプでもないだろ我がマスター、我がキャプテン君が自由を縛らなければ、それでいい。相変わらずサツで羨ましいよ、黒ひげ。その単純さが実に羨ましい。あまりに羨ましくて。 これはもしや友情なのではと、錯覚するほどだ。なんだ君たちかうん。その、メアリー君、もう少し前髪を伸ばす気はないかいフランシス・ドレイク荒々しいがその奥に隠された確かな気品。機会があればぜひ夕食をご一緒したい。 んどうしたのかな、マスター黒ひげが探検を握ったなぜかね。ん、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 そこのあなた、よろしければお名前を。ほう、フラン。ほう、ほう。 なかなかの目隠れだね。君は、風魔小太郎か。日本の話を聞いてみたいな。よければ海賊船に招待するが、どうかね。ロシアの公女か、うんうんうん。美しいものをめでるのが好きだね。特に、 前髪で目を隠している少年少女が好みだ。宝石のような瞳を人前にさらさず、親しい者だけがその輝きを確かめられる。こういう秘匿性が私の好みだ。マッシュキリエライト彼女はいろいろな意味で素晴らしい。マスター、いつまでも手元に置いて話さない方がいいぞ。 嫌いなものああ。黒ひげということにしておこう。あいつは一人で海賊の品格を貶める、いつの時代でも、だ。私私はもちろん上品だと思う。ただし、好みはうるさい。私は悪党の海賊だからね。外見で人を判断するのさ。 聖杯か。いいね。実にいい。理想的な目隠れ系の子を私の前に呼び出してほしい。願望としては適切かなおっと、イベント開催のようだ。もたもたしている余裕はないぞ。おや、マスター。どうしたのかな 見とれるのはいいが、気を間違わないようにな。おっと、どうしたマスター。この海賊船は、君のような純朴な輩が来るところではないよ。参ったなあしょうがない。君もまた、クルーの一員ということにしよう。 船長の言うことをよく聞いてくれ。いいね。ようこそ同胞。ようこそマスター。さあ、何でも言ってくれ。私の命は君のもの。君の命は私のもの。そういう契約さ。私は海賊だが、礼儀を重んじた。 海は荒々しく凶暴だ。そのためには力を合わせるべきだし、力を合わせるには、互いの不愉快さを最小限に抑えるべきだと考えたからだ。<laughs> 意外だろだが、そういうものなのだよ。